ああ、まあ話は分かった。お前たちの意見は理解できたよ。パーバンティ制圧、そしてエルジア軍将校の護衛、そこまではよしとして、そこから先の作戦方針、我々が当たるべき任務を俺はよく知らないままここにいる。相変わらず通信回線は軍も民間もまともに機能してないしな。本体からの命令もまるで届かない。とはいえエルジア軍残党が無数にいるここに、このままとどまり続けるのも危なすぎる。ここから先は自衛を考えよう。さっきのカウントからの提案だが、おっと、このタイラー島へと移動しようと思うんだ。開戦前にオーシア軍の大規模基地があった島だ。カウントは前にいた部隊がこの島の奪還作戦に投入されたと言っている。タイラー島は軌道エレベーターまで無補給で行ける唯一の基地であり、さらにアーセナルバードへの弾薬や無人機の補給を行うサプライシップの発着場でもある。軌道エレベーター奪還を狙うオーシア軍にとっては二重の意味で手に入れたい重要拠点だったはずだ。予定通りに作戦が進行したのであれば、すでに基地が取り戻されている可能性がある。投入戦力の規模を聞いた限りじゃ、まあ固いところだという気がする。上陸部隊が橋頭堡を開いてるんだ。オーシア大陸との輸送路もできてるってことか。補給船がそれだけの拠点ならエルジアだってタダで手渡すまい。相当な激戦になったんじゃ。まあ敵がまだ残ってたとしてもちょろいもんだろう。俺は家に帰りて。俺もだ。トリガー、お前の意見は聞くまでもないって顔だな。トリガーが腹をくくったってんなら私も行く。そうだな、トリガーと一緒に行く。よし、決まりだ。ここを引き払って前機でタイラー島基地へ向かう。アーセナルバードの防空圏は避けられるが、エルジア軍の残党との接触はありそうだ。光線による消耗はできるだけ避けて島へたどり着きたい。足の速い機体とセッティングを選んでくれ。さあ、俺たちお得意の長距離旅行だ。遅いやつは置いていくからな。速やかに出撃せよ。Warning. 攻撃を受けている。
頼みがある。ドームキャプター、敵に阻まれて撤退できない味方を支援し、退路を確保してほしい。了解した。できる限りのことはやる。よし、撤退するオーシャー軍を支援しよう。周囲に敵がいたら排除しろ。ただし識別前の攻撃は禁止だ。ああ、仲間を撃つつもりはねえ。ありがたい。戦場が混乱している。猫。
町から所属不明機多数接近。このタイミングでか、いい知らせのわけがねえ。所属不明機を識別してくれ。敵なら撃墜するんだ。メト、了解した。メト、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 正体不明機の接近中。メト、不明機トラップ。当たり前だ。不明機を追い払え。味方のはずがない。まもなく大乱闘、総理探索船を開始する。無誘導で投下する。進路維持しろ。ストライダー隊、不明機が接近中。大部隊だ、識別してくれ。攻撃する。